体が硬い人でもできる身長アップ法を4つ今日はご紹介します。すべてですね、寝たままできる動きになっていますので、ぜひぜひ皆さんお布団の上で、ベッドの上で、もしくはリビングで寝転がった状態で一緒にやってみてください。それでは早速始めましょう。では今日はすべて寝た状態で行っていきます。まずは仰向けになっていきましょう。左右の差をぜひ比べたいので、今回は右足をまず全部行っていこうと思います。胸の上で指を組んで、両手を頭の上の方に軽く伸ばしておきましょう。左足を斜め30度くらいに出して、それに寄り添うように右足を添える、もしくは左足の上に右足を引っ掛けちゃってください。その時点で右足の外側、脇のあたり伸びてればそのままでもいいし、もっといけそうだったら上半身も同じように左側に動かしていきましょう。この状態で30秒キープします。よーい、スタート。今は右の脇腹、脇、そして右の下半身外側を伸ばしていきます。まずはリラックスをすることが大事なので、たっぷりと息を吸って、大きく息を吐いてみてください。30秒という間ですからね。あと5秒くらいです。3、2、1。はい、では中央に戻りましょう。両手は楽な位置に戻して、今度は両膝を立てた状態で、右足の小指側を左足の太ももの上にセットします。この状態で左の膝を持ち上げて、足を左右にゆらゆら揺らしていく。これを30秒間続けていきましょう。用意、スタート。これは今右足の外もも、お尻のあたりがじわっと伸びてる感覚があれば OK です。ゆらゆら動かし続けてもいいですし、動きを止めて両手で膝をキャッチして、吐く息で太ももをぐっと近づける、そしてゆっくり離す。これを繰り返してもらってもいいです。好きな方を選んでください。大事なのは伸ばしたい場所が伸びているかです。終了です。あっという間だな、30秒。はい、では足を下ろして、今度は体を横向きに寝かせましょう。そして上半身、肘で支えて体を起こしておきます。下に来ている左足は90度くらい前に出して、右足、足の甲を手で掴んで、吐く息でゆっくりと膝を後ろに引っ張って前ももを伸ばしていきます。これも30秒行いますね。用意、スタート。これもしこの姿勢で伸び感が物足りないなっていう方は、仰向けの状態で片足を床の方に曲げて前もも伸ばしてみてください。深く吐く息で膝頭を後ろの方に見せて、かかとをお尻に近づけていきます。腰が反らないように注意しましょう。残り5秒くらいです。5、4、3、2、1。はい、終了です。ラスト1つ、最後は足の裏側を伸ばしていきます。こういったスポーツタオルご用意いただくと、より伸び感感じやすいです。スポーツタオルの端と端を掴んだら、右足の裏にタオルを引っ掛けましょう。で、左足伸ばしててもいいんですけど、ちょっと辛い方は膝立てて行います。まず曲げた状態から大きく息を吸って、吐きながらかかとを天井の方に押し出すように、足首曲げたまま足裏を天井にプッシュしていきましょう。そこからさらにいける方は、つま先を今度頭のてっぺんの方に引き寄せていきます。これ呼吸とともに吸う息で緩める、吐く息で引き寄せる。30秒間繰り返します。さあ、ラストですよ。いきます。用意、スタート。少しずつ力を入れないことがポイントです。さらにですね、一回あっちに向かってぐーっと力を込めてから、吐く息で緩めると、より体、筋肉が伸びやすくなります。痛み感じたり呼吸止まりそうになったら、少し手前に戻って繰り返しましょう。さあ、
をしましょう。さあ、今4つのストレッチが終わりました。足の長さ比べてみようと思います。すでに今違うんですかね。ほい、じゃあがリアルな結果が出てますでも若干ですが右足の方が伸びてますね。これ多分30秒よりも1分とかやっていただければより結果分かりやすくなると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、では同じ動き反対側も30秒ずつ行いましょう。では最初は両足を伸ばした状態で両手は頭の上に伸ばす。右足30度外側、左足は寄せるか上にかけるか、できそうな人は上半身も右側に寄せていきます。30秒いきましょう。よいスタート。軽く手引っ張るようにして左脇伸ばしていきましょう。深く吐く息で伸びている場所を意識をしていきます。残り半分です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。ゆっくりと体中心に戻して足ほどきましょう。で、楽な位置に戻したら今度は膝を立てて左足の小指側を右足の太ももの上に乗せます。右膝を軽く引き寄せ、この状態で腰を左右に揺らすか、もしくは両手で膝キャッチ、太ももをさらに近づけるか、好きな方を30秒繰り返してみてください。よーい、スタート。私は今日はゆら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 している間も膝は軽く自分の方に寄せ続ける。常に乗せている左足の外もも、お尻のあたりの伸び感を感じながら動かし続けてみてください。あと10秒です。呼吸が止まらないようにたっぷりと息を吸って深く吐きます。はい、終了です。動きを止めて足を下ろしましょう。今度は体を横向きに寝かせて上半身肘を床について起こしておきます。下の右膝は90度くらい、上の足手で掴んで前もも伸ばしていきましょう。30秒、吐く息でかかとお尻に近づけて膝を少し後ろに引いていく。この時に骨盤が後ろに開くと伸ばしたい位置伸ばせないので、骨盤はしっかりと正面に向けておきましょう。軽く手で床を押して背中も伸ばしていきます。残り5秒、4、3、2、1、はい、終了です。足を元に戻して最後はもも裏のストレッチ。では足の裏にタオルをでセットしましょう。体が硬い人はまずは頑張りすぎないこと、浅いところからでいいのでしっかりと伸びてる感覚を大事にして過ごしてみてください。よーい、スタート。吐く息で足首90度、いける範囲で手前に引いていく。足が震えたり痛い、呼吸ができないと思ったら動きを止めて少し戻ります。もう一度息を吸って大きく吐く。残り5秒です。3、2、1、はい、では足を元に戻してタオル外しましょう。最後軽くね、膝左右にパタパタと倒していただいてお尻マッサージをします。足をまっすぐ伸ばして両足左右にブラブラ、膝トントントンとして、はい、休憩しましょう。今日のポーズは以上になります。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたかね。ちょっとできました。そして足の違いは感じられましたかね。前回身長を伸ばす動画を私出したんですけれども、結構コメント欄で体が硬くてこのポーズができませんでしたっていうものをた
くさんいただいたので、今日は体が硬くてもできる、そして寝たままできる方法をご紹介しました。少しずつですね、続けることで筋肉のこり、張り、体の歪み、そして姿勢を整えていく。今日はメインで足をほぐしていきましたので、足の歪みを整えることで身長まだまだ伸びます。ぜひ信じて続けてやってみてください。今日の動画忘れたくないな、またやりたいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録、そして通知もオンにしておいていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。